唐津市が抱えております課題といたしましては、佐賀牛、またハウスみかん、そして唐津焼など、大変ポテンシャルの高い世界に誇れる多くの、千葉産品を有しておりながら、その知名度はまだまだ全国レベルには達していないということを思っておりました。強敵だと思います。食事の方もそうだし、唐津焼きの焼き物もそうだし、来るやつ来るやつみんな強敵ですけど、キャリアが違います。先ほどあっさりステーキに負けましたけど、花を持たしました。ただこの後はそうは言いません。前線前哨ライガーの勝利。